中国四川省で土石流、木屋など流され、4人死亡、23人不明。中国内陸部四川省で高速道路の橋や家が土砂に流され、これまでに4人が死亡、23人が歩行不明になっている。谷合の広い範囲で灰色の土砂が流れ、住宅が飲み込まれている。中国メディアによりますと、四川省の甘蔗チベット族自治州で3日、降り続いた雨の影響で大規模な土石流が発生しました。複数の家が巻き込まれ倒壊するなどして4人が死亡し、13人と連絡がつかなくなって、また近くの高速道路の橋が崩落し、車4台が落下しました。乗っていた11人のうち1人は病院に搬送されましたが、依然10人の行方がわからなくなって、中国の橋崩落、死者38人に、7月の豪雨、24人不明。中国陝西省省南市で、7月19日に高速道路の橋の一部が豪雨の影響により崩落した事故で、国営通信新華社は2日、死者数は計38人になったと報じた。24人が依然行不明という。橋の片側車線約40メートルが崩落し、車25台が川に落下していた。また、国営メディアによると、8月3日、四川省甘蔗チベット族自治州の高速道路の橋が、土石流で崩落し、車3台が落下した。1人は救助されたが、5人が後発不明になった。同自治州の高亭市でも、家が土石流に巻き込まれ、2人が死亡し、12人が行方不明になった。団地対抗、ゴミ投げ街線勃発。豪雨で境界線消えて、ご近所トラブルに。中国湖北省のマンションで、住民たちが怒号を上げながらゴミを投げ合う修羅場をカメラが捉えました。真夜中のマンションの前にずつくつと集まってきた住人たち。この先では互いにゴミを投げ合う壮絶なバトルが繰り広げられていました。なぜゴミ合戦が勃発したのでしょうか。中国のメディアによると、発端となったのは2023年の豪雨。隣り合った共同住宅の境界線となっていた稲が雨で流されてしまいました。そんな中、一方の団地の住民が垣根を作り直そうと声を上げますが、もう一方の団地の住民が必要ないと主張。そこで垣根を直そうとした住民たちは、垣根の代わりにゴミ箱を並べ始めたというのです。ゴミ箱を挟んで睨み合う住民たちでしたが、ついに互いにゴミを投げ合う事態に発展。両者ともに譲らない状況が続いているのです。この事態に当局は、解決方法は検討中とコメントしています。北朝鮮で大規模水害、復旧作業部隊の出陣式、金総書記が立ち会い。北朝鮮で金正恩総書記立ち会いのもと、先月発生した大規模な水害の復旧作業にあたる部隊の出陣式が行われました。北朝鮮駅西部、平安北道で先月下旬に降った大雨により、中国との国境付近の川が氾濫し、広い範囲が水没するなど、大規模な被害が発生しました。被災後、金正恩総書記は、自らゴムボートに乗って被災地を視察し、早期に復旧作業に着手するとしていました。6日の出発式で、金総書記は、復旧作業の呼びかけに応じたのが30万人に飢えたとして、どこの国にも見られないことで、世界にこのような青年がいる国を誇りたいと激励しました。さらに、前進を阻む障害を必ず撃退するとした上で、復旧を通じて国土の一部を一新させると強調しました。北朝鮮は今回の水害による被害の規模を明らかにしていませんが、韓国メディアは最大で1500人が亡くなるなど、深刻な被害が出ている可能性を指摘しています。金総恩が増水で孤立した住民1000人を見殺しにした理由。2016年9月、台風10号の影響で北朝鮮と中国の国境を流れるドメマンエが氾濫した。中国の国境警備隊は M 行北と温村郡の野茂宮の中渦に取り残された北朝鮮人男性2人と女性1人を救出した。また、七輪省の和流市南ズブーチン高架スヌでは、流されてきた北朝鮮人男性1人と女性1人を救出するなど、
中国から救助の知らせが相次いだ。先月、ヌムマメ同様に、中朝国境を流れるカミロリエの流域で大雨が降り、大水害が発生した。中国側は、増水により中州で孤立していた住民を救助する用意があると北朝鮮側に伝えたが、これを北朝鮮が断っていたと、米政府系のラジオフリーアジア RF が報じた。平安北道の幹部によると、先月27日午後から28日明け方にかけて、新自主市内が浸水したのは、28日前、2時に太平湾ダムの水門を開いたことによるもので、当局は事前に市民に対して避難命令を出した。しかしすでに、カマビョルイエは増水しており、オーグングムピョン、リチャド、イカジュド、ギアカシマット、そして義州軍に属するキュリジマの5つの中アスの住民は、避難するタイミングを逃して孤立してしまった。この中で、新義州市内中心部につながる橋があるのは、ナネクサ島とイカショウだけで、ヤカ島とキュウリ島には、そもそも橋が架けられていない。そして、オゴンツモには橋が架けられているが、つながっているのは中国だ。ナルクサ島の住民は、橋を渡って避難できたが、イカ島に架かる橋は水が床板を越え、避難の最中に水の流れに足を取られ流されてしまう人が続出した。この幹部によると、中津の住民1000人以上が死亡、床は不明となったが、そのほとんどが伊賀島の住民だったという。別の幹部によると、丹東市公安局は平安北道安全局双方とも警察に孤立した住民を救助する用意があると伝えた。しかし、金正恩総書記はこれを拒否し、多くの住民が犠牲になった。以下はこの幹部の語った詳しい証言内容だ。大雨が降り続いていた27日夕方に、カマミロリエは危険水位を超えていた。雨が止む気配なかったことから、同日午後、中国の丹東市公安局と我が朝鮮の平安北道安全局は、カマミロリエにある一部の発電所の水門を開くことについて議論した。水門は中国側の同意があってこそ開くことができるが、増水しきった状態で水門を開けば、下流にある高架が浸水することは明らかだった。そこで丹東市公安局は、中架の住民を安全に中国に移動させる用意があると、平安北道安全局に伝えたが、報告を受けた金正恩総書記は、これを拒否した。この付近にあるカメドリュエの中洲の多くは、北朝鮮領であっても中国側に近い場合が多い。ウィキュアカシマの場合、万里の長城の最東端と言われている虎山長城からは一歩かといって、ほんの数歩ながら北朝鮮領に入れる。それほど近いのだ。では、なぜ金家恩氏は中国側の提案を拒ったの？金家恩氏は、チクルスの住民を中国に避難させた場合、韓国に逃げるかもしれないとの理由で許さなかった。そうこうしているうちに日が暮れて、ヘリコプターでの救助ができなくなってしまった。それでも丹東市公安局は、万が一の事態に備えて、オーグンツモとイカシオ、キュリチムの対岸にバスと救急車を夜通し待機させ、北朝鮮が救助を開始したのは、夜明け後の28日に午前6時半からで、その1時間半後に金正恩氏が現場に到着したが、すでに雨は止み、水が引き始めていた頃、中国に避難させたら韓国まで逃げてしまうは大げさであっても、水害の困難に乗じて脱北するという懸念は、あながち間違っていない。平時の予行不明は脱北の可能性があるとして、政治的事件の扱いとなるが、災害時ならそこまで厳しく問われない。それを利用し、死んだことにして脱北してしまうのだ。また、金正恩氏が自ら被災地に乗り込むのに、被災者の多くが中国側に救助されたとあっては、顔が立たない。住民を犠牲にしてまで救助を指揮し、温かく見守る絵を撮るために、中国側の提案を断った可能性も考えられる。いずれにせよ、体制と最高指導者の権威を保つためなら、何百何千の人命の犠牲など厭わないのが、独裁国家北朝鮮なのだ。北朝鮮洪水復旧に志願30万人、金正恩氏、誇らしい。
北朝鮮メディアは7日、北部で起きた洪水被害の復旧のため、被災地に向かう志願者らの壮行式が首都平壌で6日に開かれ、金恩朝鮮労働党総書記が出席したと伝えた。金氏は演説し、志願者の数が約30万人に達するとして、誇らしいと強調。北朝鮮内部で結束し、災害対応を進める姿勢を示した。洪水は、カモイドロイエの流域で7月下旬に発生し、多数の民家や工作地が浸水した。ロシアや韓国が支援の用意があると表明しているが、北朝鮮はこれに応じず、自国で解決を目指す方針とみられる。